はい、こんにちは、大島です。今回は会社員と企業を比べてみるとというお話をさせていただきたいと思います。まずですね、会社員はサラリーマンですね。僕も約2年ちょっと前までは、会社員だったんですけども、まず会社員ですね。まず会社員っていうのは、そもそも時給料が発生しているわけですね。給料、給料ですね。例えばこの場合ですと30万円としましょう。30万円で、30万円で、365日、1ヶ月にしましょうか。1ヶ月、1ヶ月が、約31日ですね。これで30日としておきましょう。30日、はい、1ヶ月30日で、1日が、24時間ありますので、はい、まあ、ここでですね、1ヶ月30日なんで、30×24 ですね。1日24時間なんで、ちょっとこれ今すぐ計算したんで間違ってるかもしれませんけども、はい、まあ、約1300時間ということです。で、この1300時間を30万円で、自分の労力を売るということですね。自分の労力を売る、自分の労働ですね。労働を、切り売り、切り売りっていう方が適切ですね。自分の労働時間を切り売りしてるわけです。30万円で、例えばこの30万円ですけども、確かに、ずっと働いていればですね、サラリーマンの場合でこの30万円っていうのは、40万円だったり50万円だったり、するかもしれません。60万円だったり、今、平均で言うとあまりないかもしれませんけども、30万円から、増えても60万円かなというのが、現在の相場だと思います。で、要はですね、自分の、一生の人生を、30万円から60万円1ヶ月ですね。1ヶ月30万円から60万円の自分、これ生涯ですよ。生涯1ヶ月30万円から60万円の自分を確定させるってことです。要は、確かにですね、宝くじ当たったりとか、いきなりめちゃくちゃ運が良くて、なんかロト6当たっちゃったりとかで、いきなり1億とか、5000万とか当たったら、多少は話は違うかもしれませんけども、あれっていうのはもう本当にすごい確率なんですね。もうどれぐらい宝くじって当たりづらいのかっていうのを実際計算してみたことがない人が多いかもしれませんけども、僕この前計算したんですけども、確か東京ドーム100個分、東京ドーム100個分の人に、100個分の中に、人がぎっしり詰まった状態の東京ドームが100個
って、その100個の中から一人だけこう選ばれるっていうような確率らしいです。まあちょっとね、これ僕も、こうやってなんかどっかのねサイトから書いてあったんですけども、これ聞いた時にあなるほど分かりやすいと。まあ実際何億分の1とかね、何万分何千万分の1って言われても実感ないと思うんですけども、そういうふうに考えるとね、どれだけ確率が低いのかというようなことがお分かりいただけると思います。で要は何が言いたいのかと言いますと、会社員は30万円から60万円の自分を確定させるわけですね。でもしですね、この動画を見ている方が1ヶ月100万円稼ぎたい、月収100万円稼ぎたいと言った時にもう 100% 無理なわけですね、サラリーマンであること自体が、サラリーマンであること自体が月収100万円100%無理なんですよ。確かに副業でねコツ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 やってね、30万円とプラスアルファで副業をやって副業で70万円稼いだと、いうような感じであれば、まあ、話は別だと思います けど、まあ、はっきり言ってですね、いくら30万円の給料を会社員でもらっていて、副業で100万円稼いだと、あ、副業で70万円稼いだとして月収100万円だったら 100% サラリーマンやめると思います、普通に。だってサラリーマン以外で70万入ってるわけですから 100% やめますよね。なのでそういう場合は今はまあ副業でねすごく稼ぐっていうのは、まあ、結局起業することになると思いますので、そこはちょっと省きます。で、次なんですけども起業ですね。じゃ起業っていうのはこれはまあ無限になるわけですね。無限です。でもう無限なので、もう30万だろうが100万だろうが1000万だろうが1億だろうが年収が月収が1億だろうが、もう可能性があるってわけです。ただリスクですね、起業のリスク、ここが一番難しい、みんなが恐れているこの起業のリスクですね。例えばここが月収30万円だとします。で確かにサラリーマンやってればずっと30万円は行きます。もちろん行きますよ、ずっと30万円。ただ30万円で、60万円の自分、まあ約ですね、それぐらいまでしかならないと。で、30万円の自分があるとして、確かに起業したらですね、最初はゼロなわけですね。でもあるところからこういうふうにいきなり行くわけです。でここがもう無限なわけです。はい。で、みんなが恐れているのはここですね。ここからここの間、僕の場合は大体10ヶ月ぐらいでしたかな、まあ、8ヶ月から10ヶ月ぐらいでした。全然稼げない時代が、まあ、一番皆さんが恐れてるのはこの時代ですね。やっぱりここでもう本当に苦しい時もありますし、まあ、僕自体ね今一時期ちょっとホームレスになったぐらい、なりましたけども、この時期ここが一番皆さん怖いわけですよ。やっぱり30万がゼロになるわけですし、まあ、ゼロ近くなったら家賃も払えないからどうしようみたいな、まあ、そういう風になっちゃうと思いますんで、ここのリスクですね。ただここさえ乗り越えてしまえば、こうなった時にはもう無限なわけですから、もう無限です。なのでサラリーマンであることが30万円のこうじゃないですか。でたったでもこの10ヶ月、まあ人によってねここは2年とかかかるかもしれませんけども、でも一生ってまあ大体60歳ぐらいまではある程度元気でね生活してチャレンジできるわけですから、もうね1年の一生の中の1、2年歯を食いしばって頑張る時期があって、でここからねもう無限に挑戦することができるって考えたら、やった方がいいに決まってるとは僕は本当に思うんですけどね。まあなのでですね、まとめますと、
まあ、今回会社員と企業を比べてみるとということですけども、まあ、もしですねっていうか、まあ、あんまいないと思いますけど月収100万円とかね、稼ぎたいと少しでも思ってならばこのリスク絶対取るべきなんですよ。だって、ね、ずっと30万円60万円 100% 確定することをねずっとひたすらやっていてね、いけるわけないんで 100%、うん、まあね、エリート企業の、エリートのね、上場企業のエリートでね、すごい出世頭とかであれば、まあ、全然いけると思いますけども、まあ普通にね、生活して普通サラリーマンっていう方は、まあどう考えても無理ですよね、うん、なので、少しでももういっぱい稼ぎたいと、月収100万ぐらい行きたいと、いうふうに、ね、まずはここでもいいと思います。まあ、厳密に言うと、僕としてはまずは50万円狙ってくださいとか、まずは60万円狙ってくださいっていうふうに、いつも教えてますけども、月収100万円とか大きく稼ぎたいというのであれば、まあ、確実にですね、この分のリスク、このちょっとだけのリスクをですね、取った方が確実に人生いいものになりますし、人生一度きりしかないのでね、いろんな世界を見たいと少しでも思っていて、多くのお金を稼いでみたいと思っている方はぜひ起業をですねお勧めいたします。はい、それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。